皆さんこんにちは。今成田にいますね。昨日嫁さんが海外行かなきゃいけないってことなんでお見送りしまして、で今日からね茨城に行きたいと思います。ローカル旅ですね。なんでまずここからつくばに行きます。 JR ですね。じゃあ出発します。今つくばに着きましたね。じゃあここからさらにバスに乗って宿の方に向かいたいと思います。あ、すいません、北条駅前っていうところに行きたいんですけども。北条駅前、はい、あの3番ですね、小さいバス、あれ手前のやつありますよね。はいはい、青っぽいの、はい、あのくらいなの来ますので。あ、わかりました、ありがとうございます。おはようございます。じゃあここからはね歩いて宿に向かいます。多分15分ぐらいかな、もうちょっとだね。いやー、しかしここは何もないな。お、向こうにね、筑波山見えますね。いやー、自然に囲まれた町といったところでしょうか。いいところだね、何もないけど。もう2時だというのに昼ご飯食ってないっす。腹減ったんでね、リンゴ食べます。うん、このリンゴ家から持ってきたやつだね。まあ昼飯はこれかな。いやー、こういう風景を見るとね、田舎に来たんだなという感じがします。これぞ旅ですよ。筑波山もねすぐ見えるというこの素晴らしいところ。いやー、ここ筑波はいいところだね。気持ちがいい。もうすぐで旅館に着くかな。着きましたね、今日の宿です。いやー、いい感じですよ。じゃあチェックインします。すいません。あ、今チェックインでできます？大丈夫。あ、大丈夫ですか？え、大丈夫ですか？今いいですよ。あ、すいません。じゃあはい、どうぞ。あ、はい、4畳半でいいの？あ、もう大丈夫です、うん、はい、はい、なんか筑波へ来たの？そうですね、筑波のあの交流センターから歩いてきました。はい、どうぞ。あ、すいません。はい、バス抜いたミニカーの部屋4畳半。あ、終わりました、大丈夫です。着きましたね。じゃあ部屋に入ります。松の間ですね、私の部屋。着きましたね。ここが私の寝床となる、まあ4畳半の部屋ですね。いや、久々に気合の入る部屋だぞ、これは。こんな感じですね。見てください。いい感じのね、この柱なんですよね。あと、やはり部屋の隅にはね、やはりこんな感じになっているという、大変
気合が入る部屋なんですね。そして座布団見てくださいよ、これ。この古さを見たら、この旅館のね、歴史が伝わってきますよ。そしてこの障子というかドアというか、もう色味が違いますもんね、これね。この修理跡といいね。これはポイント高いでしょう。いやー、久々にね、気の引き締まる思い。こういう旅館ですよ。さすがの私もこの旅館には満足するんじゃないですかね。いやー、ここまで来たなっていう感じがしますよ。こうでなくては。でもね、ここのおかみさんもすごく優しくて、ここに来るや否や、お風呂が沸いてるから入ってとかね、いろいろ優しくしてくれました。優しい。あと、ここの旅館、一泊二食付きで5700円という格安なんすよ。いやー、なかなかないっすね。二食付きで5700円は。というような素晴らしい旅館です。じゃあ、せっかくなんでね、このあたり、ぐるっと回ってみますか。ということで、今から外に行きまーす。もう、ちょっと歩くとね、このように何もないっていう山にもう囲まれております、ここ。いやー、気持ちいい。今夕方で気温も少し下がってきて大変気持ちいいです。はみ出んばかりとこの草が生い茂っているところがまたいいよね、ここ。いやー、これぐらい荒々しい方がねテンション上がりますな。いや、めっちゃ草生えてるわ。ここかな、奈良平安時代のね役所跡が見られるみたいなんで行ってみましょうか。1000年以上前の奈良平安時代の役所を再現した、まあ、建物ですね。古の面影をここで感じることができるという素晴らしいところですな。高床式だね。そして周りはね、このように緑がてんこ盛りという自然満載でございます。ここもね、古い家多いんすよ。あ、これは廃墟じゃないですか。完全にね、家傾いてますね。この中もね、もうぐしゃぐしゃになってます。いやー、すごい。旅館に戻ってきました。まずお風呂入りたいね。まだご飯にはちょっと時間あります。さて、じゃあ結構汗かいたし、風呂行きますか。お風呂はこっちかな。よし、じゃあお風呂入るか。じゃあここで着替えます。湯船が2つあって、こっちは使えないみたいですね。で、こっちはね、湯が沸いてるみたいなんで、こっちで入りますね。じゃあ体だったらここでゆっくりできますな。気持ちいい。いい湯でしたな。お風呂から出たらね、すぐおかみさん来てくれて、ご飯ができてるよというふうに言ってくれましたね。ということで、お楽しみ、夜ご飯食べていきます。よいしょ。はい、どうぞ。あ、すごいですね。すごいです。はい、すごいですね。これはこれつけていただきます。あー、わかりました、ありがとうございます。はい、すごいですね。美味しそうです。いやー、すごいご飯だな。
はい、どうぞ。あ、すいません。大丈夫です。助かりました。ありがとうございます。はい、優しいね。それでは、いただきます。これほどの夜ご飯が来るとは。それではまず刺身から。美味しい。この魚絶対美味しいでしょう。よいしょ。おお、ほろほろです。激うま、うん、え、すごいじゃん。これすごい柔らかい、貝汁ですよ。メインディッシュ以外は大体片付けたな。この魚が美味しくてね、これを食べるだけにこの旅館に来ても価値はあるね。じゃあメインディッシュ行ってみるか。これ合わせてた。野菜もたっぷりだからね。これは美味しいですよ。ごちそうさまでした。これすごい美味しかったですね。美味しかった。美味しかったです。すごい美味しいです。なんでまだ来てね。はい、いただきます。ありがとうね。いやいや、どうもありがとうございます。あ、ごちそうさまです。はい、どうも。本当に美味しかったです。はい、いや、よかったです。はい。
いやー、おいしい夜ご飯でした。私もいろいろ旅しておりますが、おそらくというか絶対トップ3に入るぐらいの夜ご飯でした。それぐらいおいしい。特にあの魚ね、焼き加減といい、味といい、あのホロホロ具合、あれほどおいしい魚食べたことないもんね。あとおかみさんもね、優しいんすよ。ことあるごとに来てくれて、あの水とかお茶とか、あの火加減とかいろいろね、あの気使ってくれてね、それぐらいね、素晴らしいおかみさんでしたね。あの僕のおばあちゃんぐらいな感じだね、なんかあの気の回しようは。あれね、なかなか孫ぐらいにならないとあれぐらい気使ってくれないから、もう素晴らしい感じでしたね。いやー、お腹もいっぱいになったんで、あとはゆっくりする感じですね。今日も美味しいご飯に出会えて最高の一日でした。ということで本日はこれにて、おやすみなさい。優しいおかみさんと美味しいご飯が食べれる旅館、ここ花月旅館よりおはようございます。それではお楽しみ、朝ごはん食べてきます。それではいただきます。鮭も美味しそうだな。うん。そしてご飯。ガーッ。こいつが残ったかとなれば、やることは一つか。これは美味しそう。やはりご飯に卵は間違いないな。ごちそうさまでした。では準備できたんで、そろそろチェックアウトしたいと思います。ここも個性味あふれる宿でしたな。よし、
ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご飯本当に美味しかったですごい良かったです。また見ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫みたいね。はい、そうですね。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。失礼します。旅館、まるでおばあちゃん家に来ているかのような感じですね。あのおかみさんの気遣いね、最高の旅館でした。あと料理ですよ、もう素晴らしい。これ以上の旅館はなかなかありませんな。ということで、またバスでね、さらに北の方に行きたいと思います。じゃあ歩いてバス停まで行きます。朝は気持ちいいね。自然があるとやはり違いますな。あ、ちょうどバス来てる。ギリギリだったか。よし。いや、なんとか間に合いました。あぶねー、ギリギリだった。筑波山口駅です。筑波山口駅です。